こんにちは、豊さん、はい、アリマルこと、アリエル・マルチネス選手。はいはい、頑張ってんな。はい、まあ、去年まで中日にいて、はい、まあ、捕手として取っていまして、はい、で、今シーズンから日本ハムで戦っているというところで、はいはい、そのアリエル・マルチネス選手がですね、インタビューに答えているんですけれども、最近、はい、どうやら、まあ、中日との違いであったりとか、日本での食べ物だったり、チームメイトのことを話していて、まず一つ目が、守備、守るのが好きだから日本ハムに来て一塁だったりとかそのキャッチャーをやらせてもらいながら試合に出られているのはすごく嬉しいというのをまず話していました。これ DH あんまり好きじゃないそうです。まあそうだろうな、はい、選手によってはさ、やっぱ DH って難しくて、はい、代打4回行くような感じなんだよね DH って。あ、そういう風に捉える選手と、はい、いやいやその DH もゲームに入り込んで、うん、常にこうゲームを見ながらモニターを見ながら裏でこうスイングしてたりだとか、うん、でもやっぱりリズムを作るにはマルティネスの場合は守備についた方がいいんだろうね、うん、まあ、確かにキャッチャーでマスクをかぶった時の打率ってすごくいいもんな。あ、やっぱ連動してるんですね。連動してると思うよ。だからベンチにいてその DH だとまずその時間も持て余してしまうし集中力を保てないっていうふうにも話していたんですよね。まあまあそうかもかな、うん、ただ中日の時はさ、キャッチャーもね何試合かマスクかぶってるんで、かぶってますよね、はい、でかぶっててもやっぱ来たばっかりというかさ、日本の野球に慣れるまでにちょっと時間が足りなかったかなっていう、うん、だから中日も試したことは試したんだよね、はい、だからその時にあまりいい結果が出てないから、うん、守る機会を逸したというかさ、はい、あとは一塁にビシエドがいたりだとか、そうですね、だから、まあ、それからね、はい、なかなかこうポジション的にはなかったんだよね、はい、そうですね、うん、ただ日本ハムの行った場合は、まあ、新庄監督のうまいとこだよね、やっぱそこら辺が、うんうん、思い切ってキャッチャーもやらしてみるもんね。そうですよね、うん、でいろんなピッチャーとこう組ましてみたりだとか、うん、まあ、キャッチャーやらないときはファーストとかね、うん、だから、まあ、非常にうまい使い方をしてるなっていうふうには思うけどね。そうですね、うん、で本人もやっぱり DH じゃなくてその守備から守ることでいいその打席につながってるっていうことも多分新庄監督も知ってると思うので、なるべく DH ではなくて、うん、守備からっていうところで使いたいっていうのも、まあ、そうだな。だからまあやっぱりこう思考が動くんだろうね。いろんなことを考えながら守るからさ、はい、やっぱこう頭をこう回転させながら守ってるというかね、はい、それによってのリズムができるという、うん、打席だけ DH だけだと、まあ、代打とかね、はい、やっぱこう動かないんだろうな思考が。なかなか動きにくいんだと思うよ、うん、だから集中力が持たないとか、はい、まあ、そういうことになってくると思うんだけどね、うんうん、ということはやっぱりセリーグよりもパリーグにいた方が DH 枠っていうのを誰か一人与えて自分も守備面で入れるから、やっぱりそれはパリーグ向きの選手ではあるということですか。パリーグ、まあ、それもあると思うよ、うん、ただその中日の場合はまあ強みがね投手陣で、はい、やっぱそれをリードするっていう、うん、だからそのデータがどのぐらい入ってたかって、うん、中日の時にね、はい、だからそういうところもあるし、うん、なかなかステレオタイプで見ちゃうからね。うん、外国人は、はい、ね、キャッチャーとしてみたいな大事なポジションで、そうですよね、グラウンドに出たら、ね、グラウンドの中の監督だって言われるぐらいの、うん、まあ、重要なポジションでね、はい、だそこをこう任せきれなかったっていうことはあるかもからだよね。あ、うん、ただ新庄監督はもう平気で任すから、そうですよね、あ、だからまあそこら辺 の、 その監督との相性とか、はい、まあ、そういうこともあるのかなっていうふうには思うけどね。でやっぱり相性といえばそのチームメイトとの相性とかチームとの相性っていうのもあると思うんですよ。でやっぱりそのマルティネス選手ってスペイン語圏南米でも、うん、で英語だったので、そのやっぱ陽気だったりとか、うん、っていうのはやっぱ日本ハムの方がなんか陽気っていう感じは別に中日がどうのこうのってわけじゃないんですけど、まあノリは良さそうだよね、うん、そうなんですよ。なんかね、上沢投手とかあと清宮選手が、うん、英語で話しかけてくれるそうで、こっちが日本語で話しかけても英語で返してくる。特に清宮選手の英語は本当に流暢だよって。本当に、うん、できるんだびっくりしました。あ、そう、あ、そうなんだと思って、だからまあ、うん、それはねやっぱこう一チーム一チーム雰囲気だとか、はい、そういうものが全く違うからね、うん、そのマルティネスは日本ハムの空気感、はい、
まあ、チームの中にある、うん、そういうのはあったんだろうね。でしょうね、うん、日本ハムが明るいし若い選手が多いしいいチームだと思う。今はチームの成績あんまり良くないけど才能ある若手が大勢いるっていう、うん、僕もその一員になれているってことを、まあね、誇ってるっていうところなので、で、まあ、今シーズンは1年契約日本ハムと、はいはい、で来季も日本ハムでプレーしたいですかっていう問いに関してはそうだね、守備機会もくれていい仲間もいる、素晴らしい環境で野球をやらせてもらっているからここで長くプレーできればと思っている。まあそうだよな、うん、まあそういうしかないもんな。いやいや普通は言うでしょ。嫌ですね。まあでも本音だと思うよ俺は。うん、だから、まあ、バッティングはいいっていうふうに、はい、まあ、中日時代から思ってたんだけど、やっぱなかなか機会がないよなっていうふうな、うん、で外国人枠っていうのはちょっといる時には厳しかったりだとか、まあいろいろしたからね、うん、あキャッチャーかキャッチャーだったらなかなか難しいなとか、うん、まあいろいろあったからね。ファーストにはビシエドいる、あのバッティング活かせないよなっていう、うん、でもビシエドよりは打たないしなとか、うん、まあその時はね、はい、思ってたし、それは今年なんかビシエドがこれだけ悪ければ、うん、あマルティネスがいてくれたらなっていうふうに思うかもわからないし、中日の方はね、はい、なかなか守備機会っていうのはそれは持つのは大変だったと思うよ中日時代はね、うん、まあ、あとはやっぱりその日本ハムの選手たちっていうのが明るくやっぱり接してくれる、向こうからも話しかけてくれるとか、なんかチームが変わればやっぱり気分も乗ってきたりとか、よりこう成績が上がっていったりするんですね。働きやすい環境ってあるもんな、はい、だから俺も移籍した時にはね、うん、こんな感じなんだここはっていう驚きもあるし、うん、はい、あでも元いたチームよりはあこういうところはいいところだなとか、うん、まあいろいろ感じる節はあってね、はい、だから、まあ、マルティネスは結構バチッとハマったのかもからん ね、 そうですね日本求めてるものがね、うんうん、で最近チャーハンを食べる回数が増えていると各所で話しているが、食味地面でも北海道美味しいものが多くていいですかという問いに関して、家族ともその話、食べ物のことをよくすることがあるんだけど間違いないねという、北海道美味しいものが多い。確かに名古屋も多いですけどね。名古屋も名物たくさんあるからめちゃめちゃありますけど、まあ、北海道も負けないぐらい、まあ、まあそういうインタビューしたら今いるところを持ち上げるけど、うん、確かに北海道は美味しいものがたくさんある。ありますよね。 あとチャーハンが好きらしいんですね。もったいないよね、チャーハンなんかどこだってうまいけどな。日本全国そうですよね。確かにそうだ。まあだけどそうだな、まあ、一番選手として必要とされてるっていうことが、うん、まあ、主軸も打ってるしね、はい、必要とされてるっていうことが一番自分にとって嬉しいことと、うん、まあ、責任を与えられるっていうことだと思うんだよ。で責任を与えるっていうのはやっぱこう信頼されてるというね証だし、はい、だからそういう意味ではすごく新庄監督の使い方、はい、操縦法っていうのはうまいんだろうなとは思うけどね。あとなんか新庄監督とも合いそうですよね。こうパッションなんかパッションの人じゃないですか新庄監督って、うん、だからなんかそう海外のやっぱり方なのでパッションというかなんかこう陽気で明るくてうわってなるっていう、まあまあそうかもわからないけどプレースタイル見てるとその陽気ではないからね。だから堅実なのもまあもう本当に一生懸命やるタイプだし、そのちゃらけた部分っていうのは、うん、でも出さないしね、はい、でもまあ例えば清宮とかねサードで不慣れな部分でエラーした時マウンドで集まってる時なんかマルチネスがこう清宮にこうやって叩いてたりだとか、うん、肩をねとかいろいろ、まあでもナショナルチームのキューバの正捕手だからな、はい、言っても、うん、そうですね、うん、だからまあそれなりのノウハウだとか、うん、野球の知能だとか、うん、そういうのは持ち合わせるだろうから、うん、まあできないことはないんだよね、うんうん、そうですね。でも本当チームが変われば使ってくれる場面も増えるしチームの雰囲気もまた自分に合うところに行ければ成績も残せるしっていう、まあそうだな、良かったですね。だからいいところに、いや、いいところに入ったと思うよ、うん、他の、まあ、バリーグの後の5球団がじゃあどういう扱いをいたらするかっていうと、うん、まあ、日本ハムみたいに柔軟には扱ってなかったかもわからないよね、はい、まあ、キャッチャーなんかいるしな、ちゃんとな、そうですね、うん、だから日本ハムっていうのはあんまり決めないところの良さっていうのがね、うん、まあ、マルティネスにはあったのかもね。そうですね、うん、いやだから本当 ね、これからも長く日本ハムでプレーしたいっていうふうにおっしゃってるので日本ハムのユニフォームでまた来シーズンも見たいですね。そうだな、うんうん、まあでもやっぱキューバから来てて
まあいろいろこう苦労もしてると思うよ。やっぱ楽しいだけじゃなくて、日本ハムにその世界の厳しさ、はい、食っていく厳しさ、そういうものも教えてやってほしいなと思うよね、選手たちにですね。だから恵まれすぎてる部分っていうのはあるからね、今日本って全体的に見て、はい、まあ、物価は高いけど、うん、だけど世界ってもっと苦しいんだよって、野球やれてる、で野球で稼げるっていうのをもっと幸せに思って、もっともっと頑張ろうぜみたいな、はい、チームの中心になって引っ張ってほしいなと思うけど ね、 そうですね、ハングリーさっていうのを ね、 ね見せてほしいですよね、はい、若手の選手に。いやでもね、今シーズンもあの本当にいいところで打ったりとか、一員で頑張ってるみたいな。まあそうだな、はい、満塁だったら6割近く打ってるからね。勝負強さも持ってるしな。そうですね、もっともっとな、はい、活躍してほしいというふうに願っております。はい、はい。